安倍晋之助さん、4試合目にして有能監督路線が終わる。持ち上げてた奴らが一斉に消えた模様。ファンに采配を叩かれながら選手の力で勝ち抜いていく工藤ホークスみたいになりそう。3点リードでチュニドラに負けるのって投手系統ができない少子。そもそも2年連続 B クラスなのに許可すって常に巨大戦力面よな。とりあえずあれはミスターベースボールでも見た方がいいんじゃない？オドアはもう帰ったけど。投手と心中するタイプの無能っぽい。バントがことごとく裏目に出ててくさ。2戦目で大城にバントさせてたあたりから怪しかったやろ。いや許可すご自慢の山崎伊織がバンドで3失点。笑い、しただけやん。采配の前に実力不足やね。10回の大城のバントで牧さんも笑ってたやん。中日の勝利なし止まるの早すぎやろ。中盤3点リードの試合を継投で勝てない阿部采配ってちょっとやばいんじゃないの？今年も巨人戦は粘って粘って先発下ろしたらええだけや。そもそも昨日までの勝ち星も選手が頑張ってただけでこいつは何もしていない。こんな仕打ち受けなかったのも異常が見当たらず異常なし。中日に3点差逆転させる采配はいかんでしょう。ご視聴ありがとうございました。